こちらをお聞きください。クロス FM アップアップお聞きの皆さん、コウズマさん、マイパンさん、こんにちは。ミーアイのモモナです。ミーアイの心です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今聴いていただいた曲は先月4月17日にリリースしたデビューシングル未来からクリックです。はいはい、そうですね。この曲は新しい未来に向けてクリックするという意味が込められていて、とても前向きな歌詞で聴いてくれた方の背中を押してくれるような、そんな曲になっています。はい、本当に曲調も爽やかで、はい、私たちのデビューシングルとしても本当に素敵な楽曲なんですけども、こうなんか春ですので、新生活を始める方だったり、どんな方にとってもすごくいい曲なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ミュージックビデオも本当にありがたいことにたくさん再生していただいて、本当に盛り上げてくださったんですけども、本当にいろんなイメージカットがあって、そうなんですよ。特になんかお気に入りのシーンとかありますか？お気に入りのシーンはですね、私はすずちゃんのクリックってしてるところがあるんですけど、そこのシーンがすごくこうミーアイの独特の世界観があって、ピンクの衣装も相まってすごくキュートで素敵だなっていう風に、そこがお気に入りのシーンです。はい、本当に楽曲、ミュージックビデオ、そして振り付けも本当にたくさんこだわって作ってくださって、はい、振り付けはゆめき先生、番組からお世話になっていたゆめき先生に振り付けをつけていただいたんですけども、クリックっていうサビにキャッチーな手振りがありまして、それをぜひなんか SNS なんかで真似して投稿してくださったら嬉しいかなっていう風にも思いますので、はい、クリックたくさんチェックしてくださったら嬉しいです。お願いします。そしてですね、福岡のイメージや思い出などがあれば話したいなと思うんですけど、心ちゃんは何かありますか？そうですね、ちょうどギャラリーを振り返ってたら、はい、ちょうど今の2年前、今の時期、2年前に福岡に友達と旅行に行ってて、友達と、はい、いいですね。で、その頃ちょうどチームラボさんがやってた時だったので、そこにも行って、あとはやっぱり私お取り寄せするぐらい明太子が好きなんですよ。あ、明太子は最高です、はい、なので明太子の食べ物いっぱい食べて、すごく楽しかった記憶があります。うわ、そう、私も何度か福岡は行かせていただいたことがありまして、でもなんかこうプライベートでゆっくり福岡に行くっていう機会はあまりなかったのですけど、美味しいものがやっぱりたくさんあるイメージで、本当にでも私がその好き嫌いがもともとすごく多かったんですけど、最近どんどん食べれるようになって、でもなんか行ったことがあった時はまだちょっと食わず嫌いが結構ひどかったので、もつ鍋のもつとかがちょっと抵抗があって、食べる機会はあったんですけど、ちょっと遠慮しちゃってたんですよ。それが今思うとすごい悔しくて、明太もつ鍋とかあるじゃないですか。美味しい。やっぱ美味しいんですね。もつ鍋食べた。もう激うまだった。しかもその醤油味じゃなくて、なんかそこの有名なお店は味噌。はい、味噌。味噌のもつ鍋が有名で。うわ、はい、多分福岡の方知ってるんじゃないかな、聞いてたら、はい、有名なとこなので。絶対に美味しいですね。もう今はホルモンだったりもつ系すごく私興味があるし大好きなので、でももつ鍋はまだチャレンジしたことないので、今度福岡に行けた時は絶対にもつ鍋を食べたいなって思いますし、何よりもライブができたらやっぱり最高だなと思って、私たちも活動頑張っていつか福岡でライブができたらいいなというふうに思います。はい、はい、そんな福岡では現在タワーレコード福岡パルコ店さんでミーアイ初めまし展を開催中です。イエーイ、イエーイ。タワーレコード福岡パルコ店6階タワースペース福岡にて5月26日日曜日まで開催されていますので、ぜひ遊びに行ってください。はい、お願いします。その他ミーアイの情報は公式ホームページや SNS からチェックしてください。いや、でも本当に福岡の皆さんにも早く会いに行けるように、私たちもこう活動頑張って楽曲も増やしていって、やっぱり会いに来てくださる方もいらっしゃると思うんですよね、中には。なんですけど、やっぱ直接福岡に行って、福岡のユーミーに会いに行きたいなっていうふうに思います。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてこの番組のナビゲーターでもあり TikToker のマイパンさんはプロデュース101ジャパンザ・ガールズのオーディションからずっと私たちを応援してくださっていたということで、すごく嬉しいです。ありがとうございます。私たちついに
デビューしました。はい。デビューして間もないんですけども、本当にあのいろいろと活動頑張って、私たちも TikTok だったりいろんな部分、はい、分野であの活躍していきたいなというふうに思っていますので、あの参考にさせていただく部分も、はい、あるかと思います。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後にデビューシングル未来からもう一曲シュガーボムをお送りしたいと思うんですけれども、はい、はい、シュガーボムはこうクリックとはちょっと打って変わって、うんうんうん、甘くてメローな曲調になってまして、ね、ちょっと中毒性のある歌詞と曲調じゃないかなというふうに思います。はい、で今一緒にいるこのココロちゃんは最年長なんですけども、はい、そのココロちゃんのその大人っぽいところだったり、そのギャップというか。なんかこの楽曲すごく繊細な曲じゃないですか、うんうん、なんかただクールなだけでも甘いだけでもなく、いろんな要素があったそんな繊細な曲になっているんですけど、そんなこのシュガーボムはすごくこう心ちゃんが私的に活躍している楽曲だなって思ってるので、嬉しい、はい、そんな心ちゃんの歌声にも注目してほしいなっていうふうに思います。はい、ここまで以上、みあいのももなと心でした。バイバーイ。バイバイ。甘く誘う瞳、それせないキャンディーアイス、きっと夢中、毎日姿探す Realize 迷い